前回は怠慢なのにとんだひどい目にあったぜ。というわけで今回はなんと私 3P でございます。特に意味はないんだけどね。はい、というわけで頑張るぞ。今回ももうこのちょっとあの駅がちょっと怖くてな、近づきたくねえんだよ。今まで火事のイベント正直舐め腐ってた。あークソイベとか思ってた。もうほんと怖い。あれを恐怖の対象として今は見ているからね。ごめんねヘビー君、許してちょ。さてさて、箱がいっぱいあると思ったんだけどなかったから、急いで移動して確保しましょうか。まあ最高速がすでに拾えてないので、もうすでにリセットですかな。そんな感じがするな。今ならあと、よし、次の箱を開けて、あの速度に関連するアイテムが出なかったらもうやり直ししてやろうぜ。うん、気合い入れてな。そう、 3P が悪いんだよな、中途半端だったから。よし、さてさて、そもそも箱にすら、お、一応速さには関係あるんだけど箱じゃないからな。箱をちゃんと開けようぜ。そう、自分の手で運命を切り開く、それこそがシティトライアルなのです。落ちてはいるんだけどな、箱ないんだけど論外なんだよなそれ多分、箱がないっていうのは。お、いっぱいあるじゃん。うん、よし、うん、よし、 3P が悪いんだよな、 3P が悪い。だったらそう、俺は 4P になるぜ。よし、こんにちは。よし、もう 3P は罰としてな、一人だけレベル低いままでいくぜ。さあ、情熱のレッドですよ、ブラッディ・カービィ、いくぜ。うん、ドルドと一緒にしないでいただきたい。僕は一発で、うん、最高速引いてみせますから。ご覧ください。まあなかったけど、それでもほら一気に3つも拾いだからね、自覚がある。お、やっぱ赤ちげえわ、持ってるな。いいねいいね、よしよし、ギリギリだった。飛行先と切り替え切り替え。あれ、箱なかったっけ。何もかもが消えた、マジかよ。今奥にもう一個あったように見えたんだけどね。見えなかった。よし、まあでも今回は続行でいいでしょう。なんやかんや最高速1個ぐらいは取っておかないとね。ただでさえ結構長々とやってるヤライド、刺激が足りなくなっちまうぜ。おい、おいいね、赤はちげえわ、3倍ぐらい速いぞ。お任せあれ、これでバッチリカスタマイズ決めてみせるぜ。いいね、嬉しくなってくるよ。いいねこんなに出るとまあ気持ちいいわ。タップか、しかも結構遠いのか近いのか。あー向こうか、いいでしょう、向かうか。なんか滑るね、えらく滑る。この辺にいる、いたいた。おい、ボール。おう、まだ逃げない、立ち向かうか。いいね、寝ちゃった、起きて起きて。おお、置いてった。しかも全部速さに関連するアイテム、今回すごい来てるね。おお、速くなったもんだ。いや、一回やり直すだけでこんなにも生まれ変わるんだね。勝手に飛ぶぐらいだよ。ハマったんだけど、ここどこだよあそこに星、あの流星みたいなマークのアイコンがあったので、あれ拾ったら一応一時的には加速するんですけどね、あくまで一時的なんであんまり頼れないんだけど、ちょっと速くなりすぎたかもな。ほい、オッケーオッケーオッケー、美しく回収、いかがか。まあできるようになるもんだな、こういうのも多少なり。よし、慣れってすごいよな。そう、慣れに勝る、そう、経験に勝る財産はないのかもしれない、何事もな。よし、行くぜ。そういうのはあれを1回のうちに全部回収できるようになってから言うって話でもあるが、それは難しそうだからうん、今ちょっとあれ、うん、あの調子に乗っていけそうなポイントを発見したからね、有効活用させてもらうぜ。素直に下行った方が良かったかな。おっと、最高速だ。あれどこにいるの、壁、向こうの壁か。いいねいいね、こんだけ最高速、おっと落ちてる落ちてる、よしよし、おお向こうにも落ちたぞ。どこどこどこ、この辺にあるのは分かんない、オッケー、あった。よしよしよし、まだまだ時間に余力がある中、この速さは財産、素晴らしい。やべえんじゃねえのこれ、レースの種目だったらいいな。今回ランダムです、種目は。あ、さっき画面に映ってたかな。よいしょ、だからあとは種目に恵まれれば、というかライトなのに曲がりづらいって相当よ、すげえ。
63キロとか出てる。やべやべ、早すぎるかな。おっと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 、これでやられたらもうマジでマシン潰したやつ絶対許さないぞ本当に。なあなあ、遠くに遠くに、まあでもスピードがあったら遠くに飛べるじゃろ。あとは重さいらねえのか。いや重さ取ってもいいでしょ、弾丸のように。ああ、遠くに飛び込んでいこうぜ。あれ、ここら辺に今青いのなかったっけ。へい、防御を高めて。あー、壁、思ったより早い。つれ。おーおいおいおい、ドラグーンとか引いたら愉快なことになりそうだね。おい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 、流星を見せてやるぜ。これやべえぞ、これここに来てカスタマイズで動画に花を咲かせていく感じ、いいよいいよ。それでこそこのシティトライアルってやつなのさ。勝手に飛ばないで。おいおい、リーチじゃねえの。しかもこんだけ早いからさ、探しに来るも早いのよ。やっぱ最高速いいっすね。毎回こう最高速を引くためにやり直ししてたら、リセマラしてたらね、ちょっとブサイクだけど、たまにはありかもしれんなこれ。あ、でも早すぎてかえって講習回効率は悪くなってる気がする。制御ができない。飛行を取りたかったな。欲張っちゃダメだねなあマサオ。というか攻撃もやべえなこれ。光のように飛んでぶちのめすぜこれ。よしよしよし、攻撃ウィー。あー、下がっちゃう。重さ、よしよし、逃さないぜ。へい、防御。箱はない。箱どこだ。すっげえ飛ぶ。お、これは違うよな、これは違うんだよな。飛行。よしよしよし、あぶね。ここまで来たらあれなんですよ、重さも下げたくない。限界まで弾丸のように突き抜ける。そう、青空を引き裂く一筋の光になってみせようぞ。でもそろそろもうすでに箱置いてありそうなんだよな。ってことはどこにあるのかっつったらここだな。ミッケー、後でまた来るよ。今取ったら制御できなくなるからな。もうちょっと速くなりたい。よし、オッケー、もっと速くなるぞ。そんな嘘だろ、何これ。おいおいおい、夢のワンダーランドがそこに。うー、翼が折れたエンジェ、燃えてるんですけどこれ、ちょっとどうしてくれんのこれ。今回すげえ楽しそうにやられてしてたよな。もうどうする、もうどうする、どうしてくれるこれ、どうすんのこれ。見てこれ、分かるこのカービィね、笑ってないよな全然。分かりますこれ、今ストレッチしてますこれ。うん、まああれっすかね、両手両足ぐらいなくなってもいいかな。うん、今ちょっとポキッと音鳴ったんですけど、これね、指こうやって動かしてたら、私がなんかちょっと痛かった感じの。あ、はい、なんかな、辛かったな今のめっちゃ辛かったな。何やってるのな、分かるこれ、さっきのサムネにしたろな。そしたら、うお、オールすげえ、いっぱいすげえみたいな感じで、あの再生ボタンをクリックしてくれるかな。うん、だったら嬉しいな。まあ試合には勝つんだがな、だからなんやねんって感じやな。おお、茶化しに行こう。おお、頑張ってんね CPU 君。あれ思ったより遠く飛んでたわ。あれ負ける、やだよ負けたくねえな。あれどこ行ったやつ、あーいた、あー結構飛んでんじゃん。バックしてる暇なかったわ、デビルだったもんな。どうだろう、俺は負けちまうのか。別にいいぜ、もうなんかそういう話じゃねえんだよな。まあじゃああいつを犯人ってことにして、次回あいつを許さない回にするか。もうそういうことじゃねえんだよな、もうわかるでしょう皆さんなら。皆さんも見たかったでしょう、そう、大空を羽ばたくドラグーンの姿を。だけどもっと面白いものが見れたとも思われているだろう。くそ
そうなんだよ、今複雑なんだよ。うんね、あのドラグーンで全力で飛んだらさぞ気持ちよかっただろうなっていうのと、ここでやられるあたり俺ってさすがだなっていう複雑なんですよ今回は。皆さんはどっちですかね。うん、まあ結構評価が分かれるところだと思いますがね、今回は終わりましょう。ありがとうございました。